こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、前回、フォアの、マイルス・デイビスのフォアの、コンピングの解説をしましたので、今日はドラムソロの方の解説をしたいと思います。イントロがですね、まあ、前回イントロをわざとこう、こっちに回したかったので、イントロの解説をこちらでしたいと思います。このね、イントロがですね、これものすごく難しくて、これ僕も学生の時にこれやったんですけど、わざとここ表拍に聞こえるようにしてるんですね。このクラッシュのとこは表に聞こえるようにわざとやってます。で、これが8分の9を挟むことによって、要は裏に聞こえるようにしてるんですね。僕わかんなくて最初。これずっとここ表に聞こえてたんで、ずっとずれてこのコピーしてた覚えがあります。途中わかんなくなって何回も諦めてますが、これ裏側にわざとやってます。マイルスこういうの得意ですね。ウォーキンとか。タッパラーダッタッタラーダっての。タッタラーダに。タラーダッタッタラーダッタって、ここがオンなんだけど、タッタラーダッタッタラーダッタっていうのをひっくり返って聞こえるように作ってあるっていうのが、これも前の人も自伝で言ってましたけど、もうついてこないようなやつをどんどん振り落とすためにこういうのをわざとやって、もう俺たちはすげえっていうのをやっぱりこう見せびらかしてたって言ってますからね。こういうための手法のものですね。というふうに、ね、仕組みになってます。譜面見るとなんか腑に落ちる人は多いかなと思いますんで、これ譜面ね、ダウンロードできるようにしておきますね。で、フォーバースのとこですね。フォーバースのところはこのコンピングもかっこいいので、コンピングもついでに取っておきました。シャッタッタラララっていうアドリブからですが、ワン・ツー・スリー、こういうフレーズですね。このドン・ツタッドンっていうのはもうフォーバースの時にもうフィリーが よくやるフレーズですね。こう重いフレーズが来てドンって落ちたら、ここで落とさずに、まあ、裏で受けて 4表に流してあげるという、この3つはですね、もう全部の、ほら全部そうでしょ、全部そうですね。なので全部これを、フィリーが使うので、このフレーズ全部覚えておきましょう。で、これはですね、ドン・ツタッドン・バッドって裏で受けといて、で、うたん、うん、パンパン、これ自問自答ですね。パン、タン、ツタンって、これもう一拍半で頭に向かおうとしてますね。で、ここです。ここの解説ですね。今回ここちょっと難しいので、ここですね。タタン。これはもうシンコペーションですよね。ということでね。で、ここの着地の地点に、っていうのがあって、それにラフがついてる。これ5ストロークでいいと思うんです。前々回ラフの説明したと思います。これって基本は僕の、ドラムの、ドラムソロのワードでいうところの B なんですよ。これを5にで開けてラフつける。だからこれってダブレルダブレルみたいなフレーズでもすごくジャズっぽいんですよね。だからやっぱりこうワードの B なんで、ジャズのワードなんだよっていうことで覚えていただけると、そんな難しいことやってるけど、フィリーってやっぱり基本を分解して演奏してるので、こういうことですね。これもダダダド、これも B でしょ。ここまでダダダドターまでが、で裏からこれ書いてないですが3ストロークでやればいいと思うので、左右右左なので、ここの部分は全部3ストロークで通り抜けるってことですね。ワン、ツー、スリーというふうに抜けて、で、こっからがですね、どうしてもタムイドで聴いてると、まあ後半圧力つけるためにオルタネートに切り替える、そうね、という具合になってますね。だからここは3ストローク区域、ここがオルタネート区域、でここはワード A を使っているということですね。だから全部基本なんですね。ここのフレーズめちゃくちゃ難しいように見えますけど、これって僕のドラムソロのコツの1から確か4までやっていただけると全部これでできるんですよ。皆さん本当にドラムソロってあれ見ても全然できないって言うんですけど、コピーしたらわかります。あれは別にその自分であれを組み合わせるだけのためではなくて、コピーがしやすくなるんですよ。ワードが分かってるんで。そうすると、あ、ここワード A、ここワード B じゃん。ここ B じゃん。みたいな。ここ3ストロークじゃん。あ、ここオルタネートじゃん。みたいな。そうすると、すごいこうコピーしやすくなるわけですね。
が通してやってみますね。ワン、ツー、スリめちゃくちゃかっこいいでしょ。フィリーってね、もう本当にもう笑っちゃうぐらいあのジャズなんですよ。フィリーのコピーを10曲ほどすればもうジャズマスターですよ、本当にね。もう一個いきますね。これはだから今のところから受けて、でここが簡単なんですけど、ここまではね、これは全然いいですね。これさっきのやつで自問自答でしょ。 うなずきやって自問自答して、でここで問いかけに行くというか、まあ歌ったダンって頭のフレーズですね。裏拍から同音の表拍、したらこれがもう笑っちゃうぐらいかっこいいのに、めっちゃ単純なんですよ。これができたらこれ2小節ですよね。そしたら4ビートなんか、もし4バースだったら、できるでしょ。めちゃくちゃ簡単なんですよ。こんな美味しいフレーズ使わない手はないですよ。だからコピーするとこんなに美味しいフレーズを、こうやってね、全部練習する必要はなくて、ここだけ使えばいいんですよ。こういうのを皆さんやっていただきたい。ここは3ストローク区域でしょ。でここ最後5ストロークになるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。で、これワード、ビート、ワード、デーでしょ。もう全部基本形なんですよ。でこういうのね、これものすごく他の人も使うんですね。アイト・テイラーなんかもよく使う3連形、2拍3連形を使うとこうハッとするっていうね。こういうのを1個覚えとくと、これを4個配置してね、今やっただけでもういきなり8バースなんか簡単にできちゃうわけですよ。こういう形でコピーしていくということですね。なので、全部練習してそれを覚えるっていうのはもちろんいいんですよ、ものすごくいいんですけど、でもそれだと結局忘れちゃうんですよ。それよりは一つのフレーズに集中して、その一つのフレーズを繰り返して発展させる練習した方が絶対上手くなりますからね。じゃあビートをしてみます。ジャズっぽいでしょ。ぜひ練習してください。これ以降はですね、メルマガの景品特典にしたいと思いますので、まあここまでで十分、もうここまでで十分、イントロとここのソロの部分で十分できると思いますので、ぜひ練習していただけたらと思います。本日は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。